はい。ラッピィ TV です。本日のおすすめ商品はこちらになりますね。こちら。ゾルキスの完全ワイヤレスイヤホン。LED ディスプレイ。大容量の充電ケース。そして IPX7 防水。そして AAC ノイズキャンセリング機能。そして高音質なこちらのワイヤレスイヤホンです。それでは内容物から見ていきたいと思います。では。 どうぞ。それではパッケージ内容から見ていきたいと思います。こちらが 4000mAh の充電ケースとなってます。もちろんモバイルバッテリーとしても使えます。USB ポートがワンポートついております。こちらがこちらのケース本体を充電するためのマイクロ USB-C の端子がついております。これが充電ケースとなってます。ここに格納して 何回も使用することができるといったものですね。そして後でお見せしますけど、ここに充電のレベルメーターがついております。左とライトとレフトというふうに点灯するようになっております。また充電ースの残量も表示されるようになっております。後でお見せします。こちらがライト。この青色がライトですね。ライト側の イヤホンとなってます。ワイヤレスイヤホン。こんな感じで端子もしっかりしてますよね。作りもいいですね。はい。こちらが右側。そして赤い方が左側となってます。ライトとレフトという風になってます。はい。これがワイヤレスイヤホン2個です。そしてこちらがイヤーピースですね。 SLM のお好きな自分の耳のサイズに合ったイヤーピースが入っております。そしてこちらがマイクロ USB-C の充電用のケーブルとなっております。そしてこちらが取扱説明書といった具合になっております。英文と表側が2本分となってます。こんな感じです。 はい。ペアリングの方法とかもちゃんと書いてあります。後でお見せしますね。そういったわけで、早速こちらいろいろと詳しく見ていきたいと思います。それではね、充電ケースから見ていきます。まずこちらの充電ケースの端子に充電音のためのマイクロ USB-C を挿します。はい。こちらが 残量表示となっております。大きめの LED 残量表示で、現在86%ですね。ケースの充電は86%というふうにはっきりと、ここで大きくクリアに出て見やすい充電ケースとなっております。非常に格好がいいですよね。そして、これね、充電するために、こちら右側を格納します。すると、 こんな感じで充電が始まります。ライトという風につきます。そしてこちらもね、カチッと入れますと、はい、レフトとライトのそれぞれの電池の形をした残量メーターが出て、非常にわかりやすい LED ディスプレイ、残量表示が出るといったもので、これでね、赤ランプがついているときに充電できるといったもので、なんとこちら、こちらの ワイヤレスイヤホンを1回満充電しますと4時間から5時間連続再生ができてこのケースに戻すことによって40回も繰り返して聞くことができる合計でね約200時間近く聞くことができるといったものでこのケースさえ持っておけばこのワイヤレスイヤホンのケースに戻せば200時間聞くことができると いったもので、まあ、旅行、ね、いろんなところに行った時に、もう充電不足でワイヤレスイヤホンが使えないといった心配はないといったものです。そして非常に見やすいんでね、残量とかもこんな感じではっきり見えます。蓋を閉めてもこんな感じで見えますので、これはおすすめかと思います。メーカーさんのロゴが入ってます。そして蓋はね、 こういう半透明のブラウンのね、ちょっとこういうふうな加工がしてありましてね、完全な透明じゃなくて非常にブラウンで、ね、おしゃれですよね、蓋も。はい、こんな感じで、これが充電ケースです。そして、もしもお持ちのスマホに電池が不足したときは、ここから この充電ケースからモバイルバッテリーとして使用できる USB ポートが1ついてます。まあこれは嬉しいですよね。邪魔になるモバイルバッテリーを持ち歩かなくても使えるこちらの充電ケース。非常にオシャレで、これだけはっきりね、残量が表示されるのはなかなかないですね。はい、そういったわけで、 これが充電ケースです。そしてね、ペアリングはどうするかと言いますと、まずですね、これを片耳、両耳、両方使うことができます。両耳を説明しますね。両耳で聞く場合は、両方一緒に取り出します。するとこういうふうに3秒間青い点滅が右側の方にしてすぐに消えますが、これで左右がペアリングされたということです。 そして、しばらく、こちら、メイン、赤の方が、まあ、メイン機となりますので、しばらく待ちます。はい。で、これね、はい、点滅、赤とブルー。これ、交互の点滅が始まりましたら、ペアリングモードとなってます。すると、どうするかと言いますと、ここにですね、出てきます。スカイフリー。ね。 Bluetooth スマホの Bluetooth 入れてもらってスカイフリーをタップしてペアリングすれば最初のペアリングは完了です。あとはもう一回ペアリングするともうケースから出すだけでつながるようになります。自動ペアリング機能となっております。またこちら IPX7 防水で大雨の中でジョギング、マラソンしても大丈夫のワイヤレスイヤホン。 IPS7 防水となっております。もちろん、こちら CVC8.0 ノイズキャンセリング、Hi-Fi 高音質になっておりますので、このノイズキャンセリング機能は、クリアな音で、騒がしい電車、新幹線の中でも、周囲の雑音を遮断でき、クリアに聞くことができるといったものになります。はい、こういったわけで、 まあね、出張とか通勤通学、ね、で音楽好きな方またこちらハンズフリー通話もできますのでマイクも内蔵しております簡単に携帯にかかってきた電話と着信応答ができます1回タッチするだけです側面をタッチ式のボタンで再生停止が1回タッチでできます着信応答も1回タッチ そして着信拒否が長押しですね。音量調整が長押し。次の曲は右側2回タップ。そして前の曲は左側を2回タップというふうにこの辺に出しときますんで、はい。また詳しいことはね、こちらのマニュアルの方に書いてありますので、ぜひその方向でやってみてください。まあ6000円台、6000を切って現在5980円で Amazon で売って おります私がおすすめするこちらモバイルバッテリーにもなるしこういうふうに格納して200時間かな200時間連続再生することができるといったものです。満充電でだいたい5時間4時間から5時間ワイヤレスイヤホン持ちますのでここに格納すれば繰り返し40回充電可能といったこちら。 ゾロキスの完全ワイヤレスブルートゥースイヤホンの今日はご紹介でした。そういったわけで皆さんもぜひこちら買いたいなという方参考になりましたら下の概要欄から飛んでみてください。ではまた良い商品があったらご紹介したいと思います。では、バイナナ